続いてのタイトルは、はい、ピックアップしたタイトルはぷよぷよです。はい、実況解説はもうおなじみくまちょもさんとくろろさん、よろしくお願いします。お願いします。さあ、今回の試合は、今回の試合は準備しといて喋る準備しといて6月の上旬に行われた、はい、デイトナ3というゲーセンで行われた、はい、10周年ぷよぷよ大会。今回解説するのはゲームセンターデイトナ3で行われた大会の決勝戦、あや選手 VS ザイロ選手の対戦。くまちょもは出てないんですか？僕は出てないです。クロロさんも出てない？あ、自分出ました。あ、出た。あ、はい、じゃあ決勝クロロさん対？自分はいいところで負けてしまいましたので。いいところ。そうですね。いいところ。ザイロさんは、うん、まあ、アーケードのぷよの中で、まあ、かなり有名な。おすごい。スピードスターと言われている。ほう。スピードスター。それは。めちゃくちゃ速い。速い。対するあやさんは、はい、僕、ちょっと、全然、ね、まあ、全然知らなかったんですけど、まあ、女性の方で、そうなんだ、はい、で、まあ、当然決勝に行くまでに、まあ、並み居る強豪が、うん、まあ、いるわけですけど、それを全て倒して決勝まで、無名の新人というか、はい、ということで5本選手で行われた決勝戦の中からくまちょむが選出した対戦を解説していこう。あ、音もちょっといいね。これお互いに電車の向きが一緒で、昔よく聞いてた音だ。こっちが折り返しの連鎖の形ですね。こっちから聞いていくような形をお互いに聞いて、はい、これ家庭用のとこのアーケードってやっぱちょっと違うんですか？確かにね。自分らやってる人からしたら違いますけど、はい、ほとんどやったことない人たちからしたら何が違うのかもう分かんないですね。やってる人からしたら何が違うんですか？ですね、本当に微妙なところですね。タイミングとかそう、じゃ、ベースボールと野球みたいな感じの細かいところのレベル。そうですよ。ソフトボール。ソフトボール。あんま僕らに教えてくれる気はないみたいですね。そんな感じで試合を進んでしまって何も言いなかったんですけど。すいません、はい。結構消してますね。すごい。うわ、逆もフット。ポイントはどこだったんですか、はい、ちょっと、まあ、勝敗の分かれ目はこれ中盤ですね、はい、でお互いにこれ本体をつなげてる形なんですよね。本体をつなげてる、うん、まあ、こっちはまだ、ここに紫置かないとつながってないんですけども、うんうん、ザイロさんはもう完成してもう完成してますね。どこに胸もいつでもでかいのも打てるし、いや、これは完全にあの本戦一択。なるほど、あ、でかいのしかない。そうですね、今のところ複合はなしなしですね。まあ 2P 側のその、まあ、ザイロさんからすると、はい、その 1P 側のあやさんの状況っていうのはすごく連鎖を崩しやすい状況なんで、うん、まあ、そこでその ザイロさんとしてはその細かい連鎖が用意できてないと、うん、はははで対応応対ができない状態なので、本戦がまあ、無駄なぷよが全然なくてできていたんで、うんうん、まあ、それで本戦をまあ先にしか、あの、行っちゃえと。そう、まあ、彼のスタイル的にはその本戦をバンバン打つっていうスタイル。スピードスター。そうですね、はい、じゃあ打たされたっていうよりも自分からも本戦しかないから打ってしまえと。もうここで打ってるんですもんね。そうですね。で、あやさんはちょうどですね、ここの青を置いてしまった状しまったせいで連鎖が止まってしまってるんですよね。そうなんだ、はい。ここが置いてなかったらまだ繋げる余地は全然あったんですけど、まあ、ただその状況が多分ザイロさんは多分見えてる。見えてる、うんうん、まあ、これは止まる、形的に止めるだろうなというそういうような雰囲気を漂される形だったんで、うん、まあ、それに合わせてそのザイロさん本戦を仕掛けたっていう、うん、そういう場面ですね。で、まあ、火力的にもまあ全然申し分ないので先に打ってしまう、うんうん、あやさんもなんで足りないの分かっ てそれでも打たなきゃいけない。いや、もう中盤、まあ、とりあえず打たせたいっていう気持ちで打ったんですけど、同じタイミングで打たれてしまってそれが予想外だったと。あ、なるほど。やっぱり中ここまでレベルが高いと、うん、打たされると負けるっていうようなプレッシャーが結構多いので。あ、まあ、ただあやさんはここから、まあ、すごいいいその連鎖に使いやすいプレーがたくさん来て、うん、連鎖を伸ばしに行くんですけど、うん、はい、あ、しかも全消し、はい、まあ、プレーを全部使っていたそのライローさんの方が、あんだけの量で無駄がなかったんだ。すごい。で、一応打つんですけども、こっちの火力がね、ちょっとでかかったので、うん、まあ、前消しもあるしってことですね。そうですね。前消しはこの後に影響してくるんですよね。この後消して、うん、そうですね。
でこれ返すにしても、うん、うち13連鎖あったのでこっち14連鎖以上打たないと、はあ、もう一度返せないの で14連鎖対戦で打つのは相当難しいので、あ、まあ、ただ、まあ、その綾さんの方もその中盤でその連鎖を仕掛けた後に、まあ、すごい連鎖伸ばしやすいその組み合わせのプレーがたくさん来てたので、うん、はい、まあ、限界まで伸ばせたみたいなものがすればもしかしたら返したかもしれない。ああ、なるほど。いや厳しいでしょ。いや、いや無理ですね。から無理です。ちょっと一流の人でも割れるぐらいの状況だったっていう。割れる意見が割れる。どっちの意見も分かるってことですね、お互いね。どっちもあるってことですよね、その早め。あるんですよ。そうですよ。あるんでね、大丈夫です。はい。やっぱり組むのもその連鎖の完成までも早かったですから、うん、早いし無駄なかったんですよ。無駄ないからこそやっぱ辛いんですよね、こっちも。こう複法のでプヨを使ってしまってる時点で、うん、仮に複法のプヨを使ってないで伸ばしたとしてもやっぱり返すのがやっぱ精一杯になってしまって、まあ、だからこういう試合を、まあ、あの 1P の綾さんが印象付けられてしまって、うん、この後の戦いにやっぱりそういうのが影響してます、ね、影響が出るんだよね。そうですね、まあ、火力がでかいっていうのを認識させられると、こっちもやっぱりその分どうにかしなきゃっていう思考にとらわれちゃう。続いて熊島が選んだ試合は両者勝ち星を同じにして迎えたファイナルラウンド。基本的に同じ似たような罪が多いですね。完全にこれはもう同じ形ですね。全く一緒だ。本当だ本当だ。ほんと一緒ですよね。ここら辺からもちょっといろいろ人によって変わってきちゃうので、うん、あれですけども、からお互いに中盤を構えて、こっちも警戒してます。こっち中盤4連鎖先に。これうまいですね、4連鎖。いい4連鎖対応してます。あ、いい4連鎖。相手が打ってくるに合わせて 4を組んだんだ。しかも判断も早かったので。で、またお互いに中盤ですね。これはこれはでかくしましたね。ここで俺3連鎖するのかなと思ったんですけど。でっかい3連鎖、ね。うまくこれで打たせましたね。あ、本体。ザイロが。この線を打って、いや、すごいぞ。でも量これいけます？ああうわあ、これは打たせたのに、まあちょっと伸ばしすぎたというのもあんのかな。展開的にはもう 1P の綾さんの勝ちなんですか。はい、ああそうですよね。確かなんか 今まで見てきたパターンで言うと、あ、これはもう、うん、どんどん積んでってるし、数試合やった中で火力がでかいって言ったじゃないですか、うん、はい、それの印象付けで多分伸ばしすぎてる。あ、敵をでかくすぎたんですね。ちょっと、ね、多分そんな感じがしましたね。今右側で折り返してるじゃないですか、はい、ここですね、折り返し、うん、でそこの部分で、連鎖を伸ばしてる最中に紫のドロムが来るんですよ途中で、はあ、その使い方がちょっと誤ったのかなっていう僕は気がしました。まあ、それもあるね、はい、それが多分分岐点だったと思います。でこう仕掛けるじゃないですか、はい、で応戦して2連鎖ダブルの3連鎖をやって打ち返して、でこの後に伸ばしていくんですけど、でその紫のゾロ目の後にもう一回紫のゾロ目来るんですよ、はあ、この後にそう来ました。これの使いどころでこの勝敗が多分僕分かると。これは一回綾さんどこ置くんでしたっけ。この紫のゾロ目はその1個前に来た紫のゾロ目と合わせなきゃいけないんです。その横になってる紫あるじゃないですか、はい、折り返し部分に、はい、あれとこれを組み合わせてその連鎖を完成させる、まあ、本来だったら多分ここにこの緑を紫この紫をここに置かなきゃいけなかった展開になりますね。右側2列のどっちかに出ないとちょっとこれ伸ばしてはいるんですけど、だいぶ手数が必要な伸ばし方なんで、あ、まだ何手か入れないと完成しない。へ、まあ、これこそやっぱりさっき言った火力が大きいからこそ伸ばしを、うん、大きくしすぎたとか、ね、先読みをしすぎてしまってる形で、も展開としてはもう勝ちなんですけどね。その紫の多分使い方次第だと思う。でそれもこの5本選手っていうところで何試合かやってくる中で相手がこうだっていうイメージとか、うん、だからもしかしたらそのあやさんの中では途中でそのザイロさんの連鎖が途中で止まってるかもしれないっていう思いでわざと紫を離したかもしれない。なるほど。いやそれはないでしょそのぐらいプロでもだから意見が分かれるっていうことですね。それぐらいもう疲弊してるっていうことですよね。疲弊をしてない疲弊してるかもしれないぐらいのことはあるっていう。そうならなかった。でもフルセットですからね、はい、フルセットだから疲弊してたってことですよね。そうですね。そこでちょっとだいぶ自分が非難されてる。いやそうです。いやいろんな意見がありますよねっていう結局そうです。僕らは仲良くやりたいだけなんです。自分も仲良くあとこういう言い方をしてバトルを煽りたいっていうのはということで結果は
結果は、はい、4対5で、ザイロさんの勝利です。これ女性で綾さん相当注目ですね。じゃあそうですね、まだお若いようですし、女性のピューラーに、まあ、希望と勇気を与えたという。今までお二人長くやってきたじゃないですか、プーラーも、はい、こんなに強い女性ってなかなかいない。多分初めてですね。これちょっとだってクマちゃんとやってももしかしたらね、もしかしたらしますよね。 やばいでしょ。あれ大会当たったのもしかして。いや俺当たったの、うん、惜しいところで当たった。黒さんはあやさんに当たる前段階 でザイロさんに負けたんですか。いや違います、惜しいところで当たらずに、この決勝の2人の誰とも当たらずに惜しいところで負けました。惜しいところで必ず惜しいは言うんだよ。どこなん惜しいところでちょっと見たいな。ちょっとまた今度よかったら呼んでいただいて、はい、はい、もしは別に2人いなくてもいいんで、はい、はい、綾さんはね、いろいろ番組の裁量にちょっと待ってとか言わないですね